京子です。今日はビューティービッグバンさんからこちらのアイテムを提供していただいたので紹介していきたいと思います。ビューティービッグバンはこちらにアドレスが載っているのですが、世界中どこでも送料無料で商品を発送してくれます。今日紹介するアイテムのリンクは概要欄に貼っておきます。今日はここにある5色の、キャッツアイジェルポリッシュとその時に使うマグネットです。ジェルポリッシュはこういう可愛いハート型の窓がついている箱に入ってきます。で、こちらのマグネットなんですけど、ちょっと使い方が分かんないので後で当ててみますが、こちらとこちらと2通りの柄が作れるみたいです。ここに S と S って書いてあるので、こっちがちょっと普段と違う模様が出せるんじゃないかと思います。なので早速作っていきたいと思います。まず1度目は普通にベースジェルを塗った後、この色を塗って硬化させます。次は2度目に同じ色を塗って、で、ここに磁石を当てていきます。あ、なんかパールっぽいのが消えたかなぐらい、画像ではちょっとわからないので、もう一回やり直します。マグネットジェルとかキャッツアイジェルって気に入った模様が出なかったら塗り直してもう一回当てれば何度でもできるので、それで好きなように作れます。映像だと分かんないかも。分かるかな。ちょっと緑がかったパールがマグネット当てたとこがマットなネイビーになるっていう感じ。こうやったら見えるか。反対側を当ててみます。やり直すときはあんまりここ足さないようにしないとどんどん厚み出てっちゃうので、もう一回ここを慣らすだけなので、どんどん塗り重ねないようにしてください。これはじゃあ反対側使ってみます。ちょっと一回固めてからここに出します。
今2度目の硬化が終わって出してみたんですけど、こうやったら少し見えるかな。ここに線が入っていて、ちょっと当てる場所が悪かったのかもしれないけど、真ん中に線が残る感じで、他はマットにパールが消えてます。もしかしたら他の色が見やすいかもしれないので、他の色も作ってみます。これで5色全部塗り終わりました。左から商品番号が6、7、8、9、10になってます。で、こちらの10番のネイビーなんですけど、ちょっと2度塗りしたらすごく濃すぎて、こうやって見ても結構見づらいかな。なので、ベースに一回白を塗って、で、その上に一度塗りしてマグネットを当てました。で、これ当てたのはこっちのノーマルな方、あの SS って書いてない方をこんな感じで当ててみたら、ここがカーブして、この中がパールのないネイビーで、こっち側に少し緑がかったパールのが残ってる感じに仕上がってます。ただ映像だとちょっと確認しづらいかな。ライト消すと真っ暗になっちゃって余計見えないんだけど、後で画像で撮れたら撮っておきます。で、他のカラーはこれが6番で、すごいなんかギラギラした感じのグリッターも入っていて、で、キャッツアイが筋がオレンジ色にこんな感じで、あ、これはよく見えるかな、わかります。結構夏とかに可愛いかもしれないです。で、7番はこれは何色なんだろう、
こうして見るとちょっと紫っぽいんだけど、肌の上にのせると赤っぽい感じかな。で、結構薄い、下が透けるような色で、マグネット当てたとこがゴールドになります。で、真ん中にある8番は紫色です。で、マグネット当てたところに、パールが消えてマットになる感じです。で、9番はこれも紫で、結構透ける感じですね。透ける紫色で、マグネットを当てないところにゴールドパールが残って、当てたところはクリアな紫になります。ちょっと渋い色な感じです。これは今やった10番の緑のパールが入ったネイビーです。いかがでしたか？キャッツアイネイルはマグネットを当てるだけで簡単にデザインができるので、絵を描くのが苦手な人にもおすすめです。この動画が気に入ったら、いいねとコメントもお願いします。チャンネル登録がまだの方は、登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。